白具合の根茎。白具合は、かやつり草かの植物。根茎には、レンコンに似た食感と味がある。インド原産の多年生、水生の総本で、日本に広く分布する黒具合に似るが、より大型で、高さ1メートルを超える。また、穂が白っぽくなる。日本の正月などに食べるおもだかかの具合とは、別科の植物で、根茎の食感も大きく異なる。 日本南西部や中国南部から太平洋諸島、オーストラリアまで、またマレーシア、インドを経てアフリカにまで分布する。日本では本州南岸の一部から九州、琉球列島に散するが栽培からの一出であるとも言われる。栽培種であるオークログワイは芋が大きくて直径2から3センチメートルに達する。寒冷には弱い。中国名は、ナズナ。中国の別名に、 和定、チグリ、水芋、シャク、ケリ、ケリウバラ、カラス芋、カラスウバラ、サトリナズナ、ナズナ、ヘソ、ウマショ、クロヤマなどがある。栗のような形で水中にできるため、英語では、ウォーターチェスナッツと呼ばれる。中華料理で俗に黒具合と言われるものは、和名を、大黒ワイティコヤマと言い,い、白具合の栽培品である。台湾。 中国南部からタイなどのインドシナ方面で根茎を目的に水田で栽培される。中国の主産地は、チャンスー,ショーアンキショ省、石膏省、広東省など、長江、玉江のような大河の下流域の低湿地。春から初夏にかけて根茎で栽培をし、冬に収穫する。野菜、あるいはデンプンとして利用される。根茎の食感はさっと加熱したレンコンのように、 シャキシャキしており、少し甘みがある。梨にした食味のものもあり、果物のように生食もされる。根茎の水分は70%程度、でんぷんは20%程度、タンパク質を2%強含む。食物繊維も多いため、成長作用がある。中華料理では、根茎の皮を剥いて、炒め物にするほか、潰して、米の粉などと合わせて、揚げ団子を作ったり、 細かく刻んで、シロップ煮にしたり、馬帝、草などと呼ばれる、清涼飲料水の材料にもする。澱粉は、砂糖を加えて、湯で練って蒸し、広東料理で、馬帝鉱と呼ばれる餅状の点心などに加工される。馬帝鉱はそのまま食べるほか、鉄板焼きにされることも多い。日本には、水煮の缶詰の形で輸入されており、中華料理店の業務用などに使われているが、 日本でも古くから食用としていた形跡があり、青森県亀岡の縄文遺跡から出土している。漢方薬としては根茎が利用される。汁に下熱、利尿、巨端作用があるとされる。性は漢、漢。特有成分としてプチンを含み、抗菌作用があるが、熱には弱い。河北省食品研究所、中国食品出版社辞書編集部編。 中華食品工業大辞典 P5491989 年中国食品出版社北京 ISBN7 から8 0 0 4 4 1 0 9チャンス新医学院編名綱中薬大辞典 p p 百九十八から十九、9九百八十六年上海科学技術出版社 i s b n 七から5 3 2 3 0八四二1 ありがとうございます。